こんにちは。マンツーマンレッスン専門フィットネスジムライクスポーツの伊藤和です。宮里です。来ました第3弾天国への回転。今回来たのはですね、はい、会員さんがどうしても行きたいって言うんで、おお、連れてきちゃいました。ありがとうございます。今カメラの後ろにいるんですけどもどうですか、見た感じ。先が見えなさすぎて、はい、さっきが見えない。僕らも以前で、ね、走ったりとかして体験してるんですけど、はい、今日はぜひ会員さんの夢叶えようと思ってきましたので、この模様を撮ります。撮っていきましょう。他にもよろしくお願いします。他にもやりたいこと、もし会員さんありましたら僕らが先に行くでもいいですし、一緒に体験しますのでぜひよろしくお願いします。お願いします。何往復しますか。それですね、まだ決まってなかったです。そうですね、前回が一応ダッシュ込みの3往復です。3往復、はい。で今回会員さんが、夏休みですね。夏休みで今時間があるということで来たんですけども、5、夏休みで5ですか。5、歩いたらもしかしたらいけるかもしれないね。ね、一応今が11時55分ですので、まあ、1時間くらいで5往復はできるんじゃないかなと思いますので、うん、目指せ5往復、やってみましょう。夏休み一応含め、はい、行きます。お願いします。いや、走ってる走ってる。この一段一段が意外と最初深いんですよね。あ、トカゲ見えますか？撮れてます？かわいいかわいい。あ、綺麗。すげえすげえすげえ。ここ半分ぐらいですよね。半分超えてるのか。あのフェンス見えますか？あそこゴールですね。いい到着。どうぞ。到着しました。登って、登り4分半以上かかってる。4分半ぐらいかかってると思います。なるほど、登り降りでちょうど10分ぐらいマジですね。5往復やったらこれ単純に50分。ほんと？じゃあここからはダイジェストでどうぞ。いじめられたって思いが登るって。温まってきましたね、体が。でも、30段以内に縮められてしまった。よし、3往復目。よし、4往復目終わり。これから5往復目いってきます。行ってきましょう。ラスト糸川さん、はい。絶望を感じたか。感じてないっす。追い越します。もうだいぶ疲れております。そうですよね。5往復目ですよね。嘘ですよね。おい、俺が言ってたじゃないか。おい、後ろ決して振り向くなよ。楽しみにしてなよ。今
今からね宮里を追いかけますよ。クイズしようか。クイズいいっすよ。クイズしようか。クイズ、はい。何が得意だ。クイズっすか。動物とか、はい、車とか。クイズめっちゃ苦手っす、全般。マジか。いくらなぞなぞない。分かりました。なぞなぞです。はい、いくら、はい、こんな急な坂登って下ってどんなに長い距離歩いて走ってもへっちゃらな動物なんだ。え、動物なんだ。ヒントは名前だよ。名前わかるよ。アリ、ライオン、シマウマ、牛、キリン、カバ。え？俺が。え？なんすか？動物っすか？カメ。ライオン。距離。大丈夫。キツツキ。きつい。きつい。いつき。きつい。楽だ。5往復目終了しました。終了じゃない、降りで終了ですね。降りで終了です。サムネ撮ります。サムネ下で撮ります。間違ったろ。さっきより抜けますね。はい、気は確かです。でも上で結構休んだんでだいぶ。カメと、おい、カメとウサギの話知ってっか。カメとウサギの話知ってっか。ウサギはな、足早いからって怠けてんだよ。カメはな、こうやってな、あぶね、早めに行くんだよ。だそうです。あー、見えてきた。見えてきたけど、まだ長いっす。到着。よし。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いかがでしたか。今日夢達成できました。足がすごいプルプルしますよ。してる本当に。ぜひ挑戦者をお待ちしてます。一緒にやりましょう。今後もよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。あんたの夢叶えたる。